どうも、投資家リバティです。今日は珍しく個別株のお宝銘柄を紹介しようと思います。私は現在国内銘柄を300銘柄以上を保有しており、毎日値動きを見て把握しています。そんな私がこれは女房を室に入れても買っておいた方がいいと断言はいたしませんが、おすすめしたい銘柄があります。普段はスクリーニングは自分でやってねと人には推奨しないタイプですが、視聴者にもたまには情報提供しないとチャンネルの意義がないということで、大推奨銘柄を紹介します。言っておきますが、ストップ高を狙うとかそういう投機銘柄ではないですよ。安心安全に投資できる大企業です。ではその銘柄名を発表します。その銘柄は6586マキタです。このチャートを見てもらえば分かる通り、去年の年末から株価は半値以下になっています。理由はいろいろありますが、まずはマキタという会社についてお話ししましょう。マキタはご存知の通り工具メーカーです。国内では 60% のシェア、海外では 20% のシェアとなっています。実は海外でも強いマキタは売上の 80% が海外となっています。ということは、昨今の異常な円安は輸出企業のマキタにとっては売上を上げる超ポジティブサプライズなんじゃないのと思うあなたは正常です。しかし残念ながらマキタ製品の 90% ほどは海外生産です。海外では人件費など高騰し、インフレで材料費も跳ね上がっています。悲しいかな、マキタにとってはこの円安は悪い円安なようです。ボテボテになるとダブルパンチになりますが、企業によっては生産工場を日本に移転しているところも出てきてます。マキタも生産国の見直しで円安を味方にできるかもしれません。他にも海外の金融引き締めや巣ごもり消費の反動などで業績が下がってるなどニュースにはなっていますが、特にインパクトがあるような施策はありません。ただダラダラとホルダーたちが損切りしてるだけです。2015年あたりから買った人はほぼ損してます。チャート的にも投げ売りしたくなるような形です。しかしマキタ製品は唯一無二な品質があり、他社の工具とは一線を画すクオリティとなっています。唯一無二な会社は必ず復活するもんです。そして今はコツンと音がしそうな底値です。マキタについてはいろいろ調べてますが、個人的に今の株価を見ると超強気なレーディングをつけざるを得ません。マキタを監視リストに入れて値動きを追ってください。私は今からしこたま買っていくので、興味が湧いた方は私と共にマキタホルダーになりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。ありがとうございました。